皆さんこんにちは。僕は今大阪メトロの住之江公園駅に来てるんですけど、今回なんですけどもニュートラムに乗ってきたということでね、やっていこうかなと思ってます。ニュートラムはこの住之江公園からコスモスクエアまでをね結んでる乗り物なんですけれども、なんかね新交通システムらしいんですよね。でまあなんで乗るんかというと、はい、これなんですけどね、あの大阪メトロの1日炎上エコカードってやつがあって、これ土日祝600円でね1日大阪メトロ、それからバスがね乗り放題ってめちゃくちゃお得な切符なんですよね。でまあ新交通システムなんですけれども、一応まあ大阪メトロがね運営してるってことなんで、このニュートラム、まあ、乗ることができるみたいなんで、ね、今回せっかくなんでちょっと乗っていこうかなと思っております。はい、今回そんな感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ちなみにねここ住之江公園駅のねすぐ横にあるのがこれ住之江競艇っていうね結構有名な競艇場らしいんですけど、でも競艇ね全然あの見たこともないし、まあ、あのなんかね掛け事とかも全然やらないんでわかんないんですけどね、めちゃくちゃ大きい競艇場ですよね。すぐ目の前にあるのがね、このニュートラムの、住之江公園駅ってことはね、早速駅の方へ向かっていきたいと思います。一応ねここに運賃表があるんですけど、今ここがあの住之江公園ですね。ここからずっと行ってコスモスクエア、まあ、普通に乗車券買ったらまあ280円かかるみたいですね。今回はまあ、あのフリーキップ使ってるんでね大丈夫なんですけども、はい、それではね早速ホームの方へ向かっていきたいと思います。はい、というわけでニュートラムのね住之江公園駅のホームにやってきたんですけど、こんな感じになってます。はい、まあ一面2線って言っていいのかな。で早速ねこの右側に車両が止まってるんですけども、はい、この車両ってやつですよね。ちょっとこの車両はもう見送りたいと思います。ちゃんと大阪メトロって書いてあるんで、大阪メトロのやつって分かりますよね、これで。今ねちょうど発車していったんですけれども、これねこれ見てもらったら分かるんですけども、これ鉄道ではないですよ。一応新交通システムなんで、だから線路がないでしょ。線路がなくてゴムタイヤで走るってことなんで、こんな感じになってます。車両もちっちゃかったですよね。次のこの13時53分発で、ね、コスモスクエア駅に乗っていきたいと思います。ちょっとやってくるのでちょっと待ちたいと思います。はい、というわけでやってきましたね。さっきなんか紫のやつだったんですけど、これはピンク色ってことでちょっと可愛らしい感じの車両ですよね。はい、これもねちゃんと大阪メトロって書いてあるということで、はい、そしたらね早速乗っていきたいと思います。
はい、というわけで終電のコスモスケ駅にね到着しました。今回まあフリーキープ持ったんでそのついでに乗ってきたんですけどもね、はい、皆さんいかがだったでしょうか。そうですね、まあ、乗ってて思ったんですけどね、加速がめちゃくちゃ速かったですね。ゴムタイヤなんかなんかちょっとよくわからないんですけども、まあ、そうですね、皆さんも機会があればぜひね、この大阪メトロが運営してるんでね、はい、こうニュートラム乗車してみてはいかがでしょうか。はい、そんな感じで動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。